こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今日は天才カードで金徳チャレンジ世界旅行に行ってきます。左投げ左打ちの投手、フォームは一ノ瀬、好きな球団は青いから手汗ボールマリンボールを狙ってロッテで行きたいと思います。ということで天才カードと世界旅行カード、この2枚で頑張りましょう。さあ行こう、ドン。初期値はまあいいですかね、134キロ。で新しい球種もある、 OK。 だけどこれがどうなるか、カットボールか。はい、回復、まあ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 。で選手が回復、選手がなるべく赤踏みたくねえんだよな。あーミート対応か、それはやめておこうか。輝け、回復。そしたらちょっと戦士追っかけようかな。無理ですね、無理ですね、諦めましょう。ヒーリングがないから追っかけることができない。マジ野良世界じゃんこれ。世界世界、天才世界世界だ。マップの大きさでねわかるんですが、うわーすげえ野良世界世界、すげえすげえ。これ動画化させたいな。とりあえずエミリに会っていこうか。エミリホールスワンね。でコントロールもらいの A が A、 あー A そこか。まあ、とりあえず飛んどくか。さてと、はい、拾う。うわ神かよ。え、いいんすか、そんなそんなもらっちゃっていいんすか。待って、カードがまだね、世界旅行も残っていると。どうしよう、とりあえず飛んで形を変えよう。で B、 B 上か。あーそしたらば A で飛ぼう、 A で飛ぼう。うん、真ん中に来る。これは成功させていきたいやつ。うわーバンバン降ってくる、一歩ずつ降ってくる、すごくいいんだけどね。丸、メル、ブセ。うん。そしたら、A で飛んで、これ来るっしょ。サンキュー。で、やる気ボナね、取ってないんで、2段階はいかないんだけど、ありがたい。おっと、アンヌだな。アンヌが来た。あ、待って、これまた A で飛んで、アンヌの方行けんじゃん。これでアンヌの方行くじゃん。で、急速に変えるじゃん。めちゃめちゃいい流れよ。コントロールか。まあ、コントロール確定なんだけどね。次よ、次、次。取って、右上に湧いてくる。まあでもね、ちょっと形が悪いんでね、これをどうにかしないといけないから、とりあえず飛んで、回復量な。はい。いくつ？ドン！ドン！ドン！オッケー！で、A、あ、A、すごくいい位置。で、飛んで、これでシャッフルしちゃおうかな。はい、ウエーイ！選手が逃げる！ワオ。いいね、いいね。形、良すぎる。ベンツマン。とりあえずあって、タイピン！これ世界旅行絶対落としたくないよね。落としたくないけど踏まないといけないんだよな。そしたら A がここか。あー、じゃあちょっと選手をね、確実にゲットしに行くルート。これさ、わからないのが、ここで来た選手が、あ、マイルマン来た。もう一回同じように出てくるのかなんだよね。多分出てこないとは思うんで、合い切っちゃうと多分ダメなんだとは思うんですけど、これでマイルマン、マイルマン。さあどうだ、金徳チャレンジ。さあどうだ、まさかの入らない。重い玉かな。うん、オッケーオッケー。まあタイピンでもらってもね、今 C もらってんだけど結局 B なんですよね。マイルマンが先に入ってくれないと A にはならない。いや、ならなくはない、なりづらいというところを考えると、なかなかマイルマンもおつらかったりはする。
ガル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 。回復サンキュー。赤が多いね。さあ、あってコントロール。変化球ロスト、いって。変化球ロストがな、出てくる量と比例してないんでね。やる気取って。あー、これ絶対来る。ニールだね。リリース。で、選手ここ、あっとこう。で、コントロール。もう残りこうでいいかな。あわよくばと思ってるんですけども、全然来ない。左下に湧く。あー、そしたら、1、2、3、4で、5、6、7。それでもいいな。いや、マジか。ね、今のは、動きが、なかなか。え、待って、捨て2だぜ、まだ。捨て2でこの量よ。この能力。連続世界ですね。面白。面白すぎるわ。今度はなくなると。いいね。ちゃんとね、世界旅行ができてるのがありがたい。で、B で飛んで。理想はステージ3で、ちょっと体力を回復させてからまた世界に来れれば、よかったんだけど、まあ、ね、ヒーリングカードも拾った。そして、まあ、音、強。落とさなければ、ね、いいんで、変化球3球。あー、同じ方向か、全部。二段階はいかず。いや、世界なんだけど、ちょっと辛いね、やっぱね。いや、会えたのはでかい。だがもう帰るしかないな。うん、これはこれでね、ちょっと動画化させたいですね。なので、休息は行こう。プロ入り拾えたら神なんだけどな。やる気ボーナス入んないか。ステニステさんで世界はガチロマンよ。これ結構辛いぞ。ゴールの位置が悪すぎる。変化球がいけないが。ナイス回復量。これは、スタミナいって選手が、どこだ？鉄壁すぎる。鉄壁すぎるわ。どうしよう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。宝箱を取らないことで、動きやすくはできるんだけど。これでもう、あ！いや、でもこれあれだよね。カレンさん多分こっち来ないから。ヒーリング3球。頼む！ロックオンなしで！するんだよな。するんだよな。4分の1だぜ。分かってただろ、絶対。頼む！よっしゃー！オッケー！動画化させたいという気持ちが勝ったぜ。そしたら、ちょっと待って。その回復量もらえたならば、変化球いきたい。速球中心！変化球。うわ、赤い、周一さんもびっくりだ。だが、赤は踏まずに、こっちルート。スタミナ。わー、選手にも会いたいけどね。ごめんね。二段階行く。よしよしよし。やべー、超チキンプレイやってる気がする今日。ラストです。ははは。いや、取りに行けるじゃん。行けるのに、それは悪意よ。シャッフルして、ここに赤おにぎりが来て、積むみたいなね。いや、大丈夫でしょ。うん。さすがにな。お、変化球。うわー、これめちゃめちゃいいね。めちゃめちゃ、いいルートがある。カットカット、使い分けるな。そんなの使い分けるな。1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6。わー、さすがにそれは辛いな。1,2,3,4,5,6。選手2人いるからシャッフルするのがすごくもったいない。1,2,3,4。マジ？選手、お願い！いや、全然来ないね。583。小屋さんです。あー、でもいい動画撮れたと思うんで、面白い動画撮れたかと思います。それでは各種設定いってきましょう。はい、名前設定しきました。名前。
星583から小屋さんという名前になりました。いかがだったでしょうか。天才世界旅行でさらに野良世界旅行、そしてヒーリングカードを持ってくるという神展開。能力もうちょい伸ばせたかと思うと悔やまれますが、いい選手になったのでオートペナント期待しましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、防御率 2.49、 すごく立派な数字なんですけれども、9勝7敗とあまり勝てていないというね、5割6分3厘の勝率。後の数字を見ていくと、6関東4完封、こちらはすごく立派で、そして232個の奪三振、こちらタイトル、唯一のタイトル、奪三振を取れました。 9.79 の数字は立派なんですが、残念ながらね、数字で率で言うと千賀フォークさんに負けてしまったということで、小屋さんすごく活躍はしたんですが、取ったタイトルは奪三振王のみ。なんと新人王すらも取れておりません。西武の川越さんに持ってかれてしまいました。この数字でなぜ新人王が取れないのでしょう。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。